生体を引っ張って話すとちょ6級がわー。どうも、たくあもいです。今回はですね、エビシューマイチリというものを作っていきたいと思います。作っていきます。目に沿って点を打つ男。それでは、できました。エビシューマイチリでーす。ちょ、ちょーん。いただきます。からー、ピピ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 でございます。美味しいね。うん、めちゃくちゃ辛さもあって、このネギの感じ、ネギめちゃくちゃ入れたんですよ。ネギのシャキシャキ感もあって、めちゃくちゃご飯が進む味になりました。見事エビシューマイチリ大成功です。料理レベルアップです。フォン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 。うん、辛いもの食った後に熱いもの食うとめちゃくちゃ熱くないですか？なんでなんですかね。辛い辛い辛いって言って、例えば熱いスープ飲むとめちゃくちゃ熱くないですか？なんで？未だに未解決です。探偵雇おうかなと思ってます。一年ほど前のたくあんボーイはこのエビシューマイを冷凍で買ってきて、温めてそのまま食べてました。まあ醤油つける程度でしたね。でもこうやって一工夫するだけでこんなにも美味しく食べられるとは思ってもいませんでした。料理って不思議ですよね。一年前の僕に料理の楽しさ、そして素晴らしさを教えてあげたい、そう思います。うん、ごちそうさまでした。今日はエビシューマイチリ作りました。まだまだいろんな悪魔レシピありますので、これからもお楽しみください。ぜひ皆さんも作ってみてはどうでしょうか。それではまたお会いしましょう。ぜひ面白いと思っていただきましたら、たくあん TV の方、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。シェイシェイついてに書いたんす。よいしょ。